皆さん、おはようございます。小野坂雅也のニューエング TV 始まりますよ。小野坂さんがいるということで、小西さん、はい、今日は、はいはい、ボーダーランズ3を、はい、一緒にやりたいと思うんですけども、僕ちょっとね、行き詰まってるとこあるんです。そこやりましょう。そこのボスやってほしいんです。それやりましょう。小西さん、ものすごいレベル上がったじゃないですか。もう41です、今。ひー、小西さんにとってはもう楽勝なとこです。武器がどうなのかってことですよね。俺が持ってる武器が通用するのかどうかっていうのは。そんな、だって、はい、強いに決まってんだもん。もうちょっと移動してる間にちょっとオープニング、あれということで、今日はボーダーランズ3、はい、続きやりたいと思います。頑張りました、家で。あれ、お誕生日の続きみたいにするのやめてください。うわー、犬がめっちゃ食ってます。うわー、小西さん小西さん、犬がめっちゃ強いんですけど。犬ね、レベル上がると結構強いんですよ。小西さんよりも犬の方がすごいんです。こっちです。あ、こっからです、敵ボス。うん、ボス弾の補充だけ。あ、ここでも結構大変なとこじゃないですか。まだ敵倒さなくなっちゃう。ええ、もうあのボールだけになってると思う。ここ落ちたら始まります。はい、行きましょう。落ちた、行きますよ。ういういやさ、よっしゃー、始まります。エゴの道で渇きを癒すがいい。ここ どこそう、なんかあるの、そんな、なんかいいとこ。そろそろすぐ右の柱があるんですけど、そこの後ろに。獲物の血で渇きを癒すがいい。小野坂さんが目の前にいる、今。え、俺、なんか巻き込まれた。俺、死にましたけど。俺さ、そう、起こしに行けないっすね。なんでですか、今。これ、まあ、小西さんがいれば大丈夫か。下が火だから、うん、これ、気をつけないと燃え死んじゃう。燃え死にました、今、まさに。バズーカバカんなぁ。バズーカな、これ。さあ、むちゃむちゃ強いよね、この、うん、こいつめっちゃ強いっすよ。そっちですね。これでまた1段階目が一番強いんだってね。ちょっと真逆に行くね、真逆行くんですね。ケイウシだ。壊れた。うわぁ、うわぁ、なんて強さ。めっちゃ強いっすよね、これ。もうすげぇ、ダメージがすげぇのよ、これ。これでも小西くんと真逆に行くとこれ楽だね。真反対向くからすげぇ攻撃できる。これいい。うせぇ、こなわ。ひやまくんだよ、これ。よっしゃー、壊れた。電気に変えます。わー、これはめっちゃ強い。これ勝てるわ、楽で。これ楽勝やわ、こんな。イエッホーイ。
楽勝やこれ。2人いたらめちゃくちゃ楽だな。うん、だよ。ターゲットがぶれるから。ねえ。ずーっと自分攻撃されてるのめちゃくちゃきついんだよね。そうすると柱の影に隠れてた。なんか楽勝だ。いいえ。いいえ。楽勝でした、ね、こっちとこっちから攻撃したらめちゃめちゃ楽だね、うん、もうどっちにね、その時避ければいいだけだから。何これ、爆風の爆弾ピザね。それ爆弾なんじゃない？ピザ爆弾。なんだっけ？クルーチャレンジでいた、方向っすね。なんですか？カカロット。これ降りてもいいのかな？降りたらボス戦だなこれ。降りてえな、降りてもいいのかな？降りろよもう。うるせえな。降りたら敵倒しちゃうからさ。お、ハマーロック、ハマーロック来た。大胆不敵、洗練された冒険家ハマーロック。あとは頑張ってくれ。うわー、ものすごいデブ出てきた。ハート様やこれ。ド S の石頭、ワーデン、ド S の石頭。あー、俺なんか汚ねえな、あいつ俺が後ろ向いてるだけに。あ、ちょっと待って、なんか変な敵も。うわー、もう嫌やこういうの。半分ぐらい削っときましたね、じゃあ。うん、無敵になった。何でも敵になる。あのね、ボスね、無敵になるんですよね。無敵タイムなんだよな。めっちゃ減ってる、なんか。すごい秒で、なんか減ってますよ。ドッグが効いてる。はいはい、効いてる。無敵タイム。うわー、すごい、スイッチが強い。おー、よ、ナイス。今かっこよかった。俺の画面を見せてあげたい。すごい秒でなんか減ってますよ。ドッグが効いてる。はいはい、効いてる。無敵タイム。わー、すごい、スイッチが強い。おー、よ、ナイス。今かっこよかった。俺の画面を見せてあげたい。俺の画面を見せてあげたい。このレベルでは強いんだな、この敵が。そうっすね。それめっちゃいいっすね。使いやすそう、うん、そうか、俺はこっちで小野坂さんの何かをしようとしてる。なんや、お前なんや。目の前にいきなり敵が出てきた。え、あら、倒さないんだ。あいつ、天井に倒さないんだよ。とどめお願いします。こいつかな。あ、こいつ普通にやってる。しました、やったぜ。あらマサイヤ、わらのマサイヤ、あい、あらマサイヤ、ほなマサイヤ、あらのマサイヤ、ボスを倒すぜマサイヤ、見どころなかったマサイヤ。イエーイエー。それ俺やからな。分かってますからね、もちろん。あの、一人逃げてったの、そっちに。小野坂さん、いい武器落としてるやつがいます。本当？あ、ほんまや。これ、完全にいい武器落とす。こっちのやつも悪い。全然落とせない。何も落とさなかった。オッケー。この拾わなあかんし、大変。任せろ、劇場は俺に任せろ。任せないで。助けて。これ以上行ったら、なんかが起こる。分かってるよ、もう。どうしよう。
先輩待った方がいいのか。待った方がいいのか。猿だ、猿だ、猿入った、猿待て。もう猿が入ったんです、今猿が。何やったんや、猿が入ったから、もう追いかけなと思ってこっちは必死なんですよ。何やってんねん、ボケが。お前の猿やろ、止めろ。猿のボケが。お前が行くからや。くそー、絶対お前は勝手に、あ、ほら今どこにいてんねん、ほら。ボスです。ボスです、お父さん。ボスです。猿が戦ってます。どこやねん。ボスです。どこにいてんねん。ここです。ここ早く。どこにいてんねん。ザコがいっぱい出てきました。ワープしてきた。ワープしてきた。ワープしてきた。逃げろ。いや分かってる。どこバンバン言うてるわ。こいつはめっちゃワープする。ね。これあいつのだから能力持ってるってことでしょ。早く劇場入ってください。やってますやん今。一緒あ、もういるんすか。やってますよ。頑張れ頑張れ。いや二人いるんじゃなくて、これ今ワープした、今ワープしたでしょうか。めっちゃ速いんだ。攻撃されてるの。お前敵がね、見えづらいね。あー、やっべ。あ、バリアじゃないとこからやってくるこいつ、すげえな。あ、俺の猿だ。いや、うまくやれよ、猿を。あ、やられた。バッタース、そばに来て、バッタース。動くなませ。バッタース。セカンドウィンドウ。うわ、早こいつ。ずるいな。とどめお願いします。とどめお願いします。いい感じにやりました。お、え、お、そっちっすか。マジここですよ。開けてやりました。あ、ここに武器ある。あ、やった。見えへんねん。武器だって、武器がある言うたから見に来たんですよ。あ、なんかイベント進んじゃいますよこれ。さあ、ということで小西くん、イベント進んじゃいますよ。スリーを楽しく2人でやってきたわけですが、イベント進んじゃいますよこれ。今日はね、もうお時間が来たようなので、この辺で今日は終了します。みんなどうもありがとう。いやー、この内容じゃ1本だな。下もお仕事頑張ってね。バイバイ。